27号線を走っております。国道27号線、福井県美浜町。市に入りました。駿河市です。あ、もうまっすぐ行って、もうすぐ近く、ここだ、近く、そこにも出てくる、左側に見えてくる、まっすぐで、もう左側に出てくる、日本海、日本海、あの看板かな、まあ、多分あれだと、赤い看板かな、まあ、あれだと思った、あれだと、やっと着いたね。でもなんか海よりちょっと入るんだね。やっぱ海の近くじゃなかったけど、ね、ちょっとあれだな。あ、大津、これ右行けば大津行けば滋賀県の方行くんだ。琵琶湖の方。あ、もう近い。およそ600メートル先、左方向、出口です。見えるわ、もういいや。見える。あれだよ。見えたからいいや。見えたから、あれだと思うよ。そう、あれだよ、あの看板、あれだよ。ただ右にあるのか左にあるのか知らない。左側、右方向です。こっち左降りちゃっていいんじゃん。え、左降りちゃっていいんじゃん。降りちゃっていい、降りちゃっていいんじゃん。左降りて下からゆっくり行けばいいんじゃん。車と一緒に行っていいよ。あの車と一緒に行っちゃう。右方向です。多分赤い看板だから。右方向です。はい、OK。いいよ。うん、このまま真っ直ぐ行く。大津ったら滋賀県の方だ。およそ150メートル先、右方向です。あれだよ。アルト君、アルト君、アルト、まっすぐ行けよ、まっすぐ。多分またこっちに行くのか。およそ200メートル先、右方向。顧客ね、でした。右方向です。その先、違かったか、右方向です。でももう交差点のところに出てるよ。駿河原発。右方向、入り口です。ここら辺にあるよ。そう、出ていいよ。あった。赤の看板でしたけど、結局降りなくてよかったんだ。その先、右方向です。およそ200メートル先、斜め左方向です。よかったじゃん。ケイピン
ツリーパークだった。気比の松原だった。あれと同じや、日本平と同じ、三保の松原とか。うーん、ああいうのがあった。いろんなのがあるね。まあいいや。タバコ吸えるだろうから、タバコを持っていくとして。第4期待をあられちゃうんだよ。良さそうだね、これ。あ、誘導してる。警備員さんが。なんかすごいいっぱい来てんね。うん。いいね。やっぱ正月だもん。来ないと。カニ食べねえと。カニでもいいよね、こういうとこあるんだからね、うん、やっぱりね、魚だよ。およそ200メートル先、左方向です。やっぱみんな来てるよね。大阪からも来てるし、京都、名古屋、京都、京都。どこどこ？あっち行けって言われて。いいよ、行けばいいじゃん。行っちゃっていいの？行けばいいじゃん。斜め左方向です。その先、U ターンです。開いてんだか、ね、およそ100メートル先、右方向です。開いてねえんじゃないの？開いてる。開いてる。そこ開いてる。あ、でも入れられちゃうべ、あれ。ん？ここ。あ、入れちゃう、入れちゃう。あ、ダメだ。入れらんね。入れらんね。ダメ？あ、もう一個向こう開いてる。あ、ちょ、あ、入れちゃえよ、入れちゃえよ、ここ。入れちゃう？うん。ここいいかな？あ、いいんじゃん。入れちゃった。こいつだってここ止めてんだ。入れちゃおうか。うん、入れちゃえ、入れちゃえ。何を？なんかついてた？ああ、食ったよ。また食うか？うん？うん？どれ？行ってこい。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 あの大将のとこ行ってこい。大将の。11月の6日に解禁になったんだ。あ、ここのはでもいっぱいあったかもしれないな。ここちょっと歩いてもらって。うん。うん。え？何？何？味方ごくのやつあるか？味方ごくの。
東尋坊は行かないけどさ、うん、あ、持てるの？あ、持ってけ持ってけ、割引券として使えるからさ、うんうん、お風呂のやつは持ってった方がいい、東尋坊120円、うん、安いじゃん。三方五湖、こっから行くんだからレインボーラインだから、あそこの松原キャンプ場の方から行かないし、うーん、今現在地どこだ、あ、三浜だからこっちだ、こっちから行くんだやっぱ、あー、いいやいいや、わかったわかった。天空のテラス、あれ、あれねえのかよ、え、ああ、持ってきない、三方五湖レインボーラインのやつねえな、あ、ねえな、ねえんだな、あれな、まあいいや、おお、すごいね、下品の松原ってこんな感じなんだ、うん、何これ、影の声あったことない。
なあかんや。きついよな。これ。単純にこれこんなの。さすがに。でこれをレッドリポート新しく渡すんで。おお、すげえな。ちょっと見ていきます。話しかけてくんじゃねって一生懸命、中国人あるよ。すごいね、やっぱここはカニカニカニだよ。ワクワクむっちゃんセット2万円むっちゃんセット駿河の海鮮市場がありますね。
これ。なんかこんにちは。すごいよ、カニが。カニがすごい。カニのところ、コーラテ、コーラテっていうところ、カニばっかあるところだよ、うん、はい、買った、うん、そう1100円だサバ。ね、
トウモロコシもエビの塩焼きもある。うわ、フランクフルトなんて1本食えない。これ焼いたやつくれるよ。ひまの焼きや。ティッシュで取れば食べれる。俺持っててやるよ。ティッシュで取って食べな。買うっつってもよ、送んなきゃいけねえじゃん。めんどくせえな。何これ？何？このお米、福井のお米。あの、お顔をしながら。千葉。あ、千葉県。何市ですか？千葉。あ、千葉。うん。めちゃくちゃ遠いです。遠いかい？遠いかい？ここ、ここめがけて。あ、そうなんですか。そうそう、ありがとうございます。天空のテラス？あ、はいはい。そう、レンボラインですね。そう、レンボラインか。せっかく福井に来ていただいたんで、これ、私たちが作ったんですけど。あ、ありがとうございます。ここに出てきたの。ありがとうございます。これ福井の観光地を起こしてるんで、 ありがとうございます。すいません、あとで食べる。おいしい、うん、あ、おいしい。農家だからね、米農家だからこの人。はい、違うよ、それそれは当たり前だよ。カツオ用というのが大きいんで、これ2号さん